走れ。一緒に行こう。 マモン、撃つべし。 Thank you.
一度ブラックに。 やっぱり司令はすごい人なんですね。 女優がいてどんな公演するのか見てみたいな。敵を知り己を知らば百戦して危うからず。 へえ。
ここ出るらしいよ。え？司令、やめましょう。この部屋やめましょう。変な声が聞こえてくるけど、押し入れを覗いても誰もいない。それでこの部屋はいつも空いてるらしいんだよ。
何でも銃で解決しようとしないで。よーし、もう、我が輩は文豪である。名前はまだない。え？と言えればどれだけ奥深い名乗りかと思うが。我が輩には名前がある。ここのエメイだ。
書けない文豪はただの業である。全然名言じゃない。むむむ、連中だ。その様見てみたい。我が輩も連れて行け。え？いや、近くはさすがに危ないって。大丈夫。
な戦いを見せてあげる。了解、攻め込みます。うん、攻め込んでいくよ。ラジャ、攻めない。殲滅完了。指示ください。了解、攻め込みます。うん、攻め込んでいくよ。ラジャ、攻め込んで。殲滅完了。司令、どうしますか。お腹すいた。サクラ餅パワー。ファイヤー、ファイヤー。ラジャ、攻め込む、攻め込む。もう一回行くよ。さあ、次の曲。やった、帝国歌劇団大勝利です。Thank you.
かろう。いいね。よし。一つ、人の世の未来を奪い、不埒な悪徳行為、三つ、醜く食らった鬼を、帝国歌劇団さくらしの。やれやれ。
実に見事だった。これぞブラボーだ諸君。前座の君たちが真打ちとなるのだ。痛快な物語になろう。タニクサの心に響く物語だ。よーし。うん？
司令。メンバーリストを読んでたんですけど、センターの風雪さん以外全員が研究生だって。正規メンバーは総勢108人で、その108人の下に研究生がいるんです。そんなにいいの？バケモン集団だね。もちろん風雪さんがぐっと全体を引き上げてた。っていうのはあると思うけど、風雪魔女さん、ノーブル12の一人。108人いるブラックの中でもトップの12人に与えられる称号、ノーブル12。人気、実力とも群を抜いて圧倒的な存在。
ああ。そうそう。シノ、敵をそんなに褒めてる場合か？あんなすごい人たちよりもっと素敵な舞台を作らなきゃなんだよ。それってとことんワクワクするでしょ。ですよね、シレ。にしても詳しいな、アセビ。え？ああ、女優になりに九州に来たのよ。それなりに調べるわ。なるほどな、そりゃそうだ。ふにゃ。諸君が町を救わんと立ち上がる。試練と呼ぶにはあまりに過酷な運命に立ち向かう諸君は、実に絵になる乙女たちだな。Thank you.
自由と独立のため進軍開始だ。攻め込みます。攻め込むから投げる。さあ次の曲。了解。攻め込みます。攻め込んで投げる。さあ次の曲。了解。攻め込みます。攻め込んで投げる。さあ次の曲。